アリス・ベイリーは神秘主義関係の著作家で、新地学協会から派生したアーケインスクールの創立者。イギリスのマンチェスターで、ベイリーはアリス・ラトローイコール・ベートマンという名前で生まれた。9歳で両親が結核で死亡したため、妹と共におばに引き取られた。少女時代は、キリスト教福音主義の下で育てられた。1902年、22歳で教会の日曜学校の、 教師をしていた彼女は、インドに渡航し、イギリス軍の福祉ワーカーとして働いた。その時、兵士だったウォルター・エバンスと出会い、1907年、27歳で、聖職者となったエバンスと結婚した。夫妻は新天地を求めて、アメリカ合衆国へ渡航し、3人の子供も設けた。しかし、夫婦関係はうまくいかず、結婚は破綻した。米国では、 新知学協会に参加。ここで、ブラバツキーの著書に接し、協会員となった。1920年、アメリカ新知学協会で働く、新知学者、フォスターベリーと再婚。その前年、大使のジュアルクールからのメッセージを受け取るようになったという。しかし、大使からの通信を受け取ることができるという主張は、協会内で反発を呼び、後に新知学協会を離れることになった。 彼女の初の著書、イニシエーション、イニシエーション、ヒューマンソーラーは、レッドビー,ーターの大使とその道より先んじて詳細な大使論を展開している。1922年、夫妻はルシファー出版社を設立。1923年、彼女はアーケインスクールという団体を創設し、大使から受けたという教えを広めた。その出身者には、 イタリアの精神科医でサイコシンセシスを創始したロベルト・アサジより20世紀最も大きな影響を与えたアメリカの先制術家ディーン・ルディアがいる。ベイリーの運動はメシアニズムを核としながらも緩やかな連合体を形成したものであり、満月の夜に瞑想によりメシアや大使を将来させようとするこのグループはフルムーンメディテーショングループと総称される。 1949年、69歳の時、ニューヨークの病院で、その生涯を閉じた。ベイリーは、新知学の周期的歴史観と先生学を融合して、近い将来に、魚座の時代から、水亀座の時代への移行が起こると主張した。水亀座の時代の同義語として、現在と同じ意味で、ニューエイジという語を使用して、人口に解釈するようになったのは、アリス・ベイリーからである。 ありがとうございます。